あのさ、ふと思ったんだけどさ、はいはいはい。なんかの特典でいいからさ、うん、はい。いつもはね、山下くんと僕というかさ、はいはい。キャラクターがせい、さ、あ、はい。ラジオやったらどうなるのかな？キャラクターラジオ。どんなトークが繰り広げられるのかって。ああ、どうなんでしょうね。まあ、だからそれ同時に気になるの確が、かに、はい。トドロキとエンデバーですよね。あ、シ親子。ャーター ショート！俺たちのラジオが始まったぞ！ そうだな。いや、聞いてみたいね。まあ、他の確かに。組み合わせもね。いや、まあ、デクとカッチャンもね。ラジオにはならないです。暴れちゃうよね。ラジオにはならないです。マイクがもうハウってハウってしょうがない、まず。たまに爆発音とか聞こえる。バーン！やめてよ、カッチャン！うわーっていう。あり共感の、雷くんとミネタくんとかだったら、聞いてみたい。ずっとピーってやつ。ずっとピーっていう話。本当に。ちゃんと組み合わせが大でき事るだところね。が少ないなってちょっと思いました。いやー、これね、何かでちょっとやってほしいですね。確かに面白そうですよね。ね、楽しみです。よろしくお願いします。ということで、タイトルコールいきましょう。はい、僕のヒーローアカデミアラジオ。オール、うん、二人なの？二人だ。僕はオール。緑や。ごめんなさい。緑や。いきます。僕のヒーローアカデミアラジオ、オールファイト日本。プルトラ。緑エイズ役の山下大輝です。プルトラ登録しようと役の梶由紀です。ちょっと待って、ラジオこれ始まり方っていつもと違うんですか？今までのパーソナリティと。不思議じゃないよ。不思議じゃないよ。これ今これ回ってるからね。はい、落ち着いて今炭酸を、ちょっと強炭酸飲んでちょっと気合い入れます。これいつもこういう流れでやってたんじゃねえ。二人でこのオールバイト日本も言ってたんじゃないの？一期も二期もずっとそうでした。なんで俺に委ねた？どうした？なんか、ちょっと意識不明でした。意識不明。じゃあ気を取り直してね、行きましょう。